皆さんこんにちは、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪ウォッチのテレビアニメコレクションの DVD 全8種紹介したいと思います。こちらですね、テレビアニメ妖怪ウォッチを収録した DVD 第6弾です。今回はですね、メリケン妖怪初登場シリーズということで、これにはメリケン妖怪のダソックスの回が収録されています。ジマニアもロボニア F 型も可愛いですね。で、なんとですね、メリケン妖怪初登場を記念して英語版の妖怪ウォッチも収録されています。ジバニャン初登場回初収録英語でウォッチ、パッケージの裏面に収録されているストーリーの一覧が載ってますね。妖怪ダソックス、キュービのキュンキュン大作戦出会い編、そして給食のグルメ第1話カレーライス、ケータのね顔がちょっと渋くなるやつね、そしてロボニャン F 型現る、妖怪三択同士に3年 Y 組ニャンパチ先生第1話です。よいしょ。食玩ということでガムも入ってるみたい。これが DVD ですね。そして食玩のガム1個ね。 DVD2 枚目こちらです。コマさん、コマジローが可愛いですね。これがメリケン妖怪のおったまげーた。そしてこちらにも英語版の妖怪ウォッチ収録されてます。ジバニャンの回ですね。だからどの DVD 買っても英語の妖怪ウォッチが見れるということです。で、こちらに収録されているのが妖怪おったまげーた、そしてコマさん初めての待ち合わせ編、妖怪口だけ女、妖怪四つ目、にゃんぱち先生第2話、そして鬼時間が収録されてます。じゃじゃん。 DVD3 枚目はメリケン妖怪ネコロンブス、ブシニャンもいますね。ジバニャンがめちゃくちゃ可愛い。で、こちら収録されてるのがですね、妖怪ネコロンブス、そしてコマさん初めての改札編これ頭のところに改札のドアが来るやつだよね、バシコーンって。そして妖怪スネスネークに妖怪人魚、ニャンパチ先生第3話に妖怪バク。 DVD4 枚目はメリケン妖怪イエーイですね。ジバニャもウィスパーもテンション上がってる。収録されてるのがこちらです。イエーイにコマさん初めての携帯編、給食のグルメ第2話プリン、そして妖怪ドケチングにご主人様はフミちゃん、これレアだよね、ケータじゃなくてフミちゃんがご主人に、そして妖怪メラメライオンです。はい、DVD5 枚目がこちらです。ニャンパチ先生いますね。そしてこれがメリケン妖怪のインチキン。コマさんがエスパーパクッとしてますね。収録されてるアニメこちらです。インチキンにコマさん初めてのファーストフード編。ソフトクリームの代わりにこれウィスパーさっき舐めてたんかな。そして妖怪満を持し、これもめっちゃ面白いよね。あと妖怪トウシロザメ伝説の牛乳雑巾にニャンパチ先生第4話。続いてこちら、これサンデーパパですね。面白い。ジバニアもコマさんもコマジローもめちゃ可愛い。はい、収録されてるのがこちらサンデーパパにコマさん初めてのタワー編、運動会は妖怪がいっぱい、これはめっちゃ面白いよね。ブシニャンとかいろんな妖怪が出てくるやつ。そして妖怪誌キリンジャーに新しいウォッチ、これデラックス妖怪ウォッチ U が登場した時のやつかな。そして給食のグルメ第3話揚げパン。続いてこちらメリケン妖怪のこれは大人ぶるですね。大人ぶってネジネジしてます。あとダイヤニャンにピースしてるジバニャンかわいい。収録されてるのが妖怪大人ぶるに無駄遣い、コマさん初めての夜遊び編で KJ 登場です。そして妖怪だらけ島ににゃんぱち先生第5話。あと妖怪ベスト10、これめっちゃ面白いよね。まさかの1位があの妖怪っていうね。DVD ラスト8枚目こちらです。 KJ にウィンクしてるコマさん、そしてカッパーですね。イエイイエイ、俺はカッパー、生きのラッパーみたいな、妖怪カッパーに超有名なあいつコマさん、俺あのかっこいい兄ちゃん編。あと給食のグルメ第4話唐揚げにレジェンド妖怪イケメン犬、そしてキュービのキュンキュン大作戦遊園地編ですね。ということで一通り紹介したんですけど、気になった DVD ありましたか？どれもメリケン妖怪登場してるよね。そして今回なんといってもですね、英語版の妖怪ウォッチ、海外で放送されてる妖怪ウォッチが収録されてます。ぜひ気になった方チェックしてみてください。